心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー代表の長谷と申します今回はですね公認心理試験対策講座オンライン2020心理学二択クイズ老年期に維持される幸福感というテーマでお話をさせていただこうかなと思います こちらはですね Twitter の「公認66」というアカウントで出題させていただいた問題の答え合わせをするそんな動画のシリーズでございますこのような問題出題させていただきました老年期にはネガティブな台風イ,イベントを多く経験するにもかかわらず幸福感が維持される現象を発達加速現象と呼ぶ「〇か×か」という2択でございますいかがでしょうか 回答申しし上げてままいますよちょっと考えたいという方はですね、アーカイブでご覧になられている方多いと思いますので、この辺りで動画を止めてお考えください。回答、こちら、×でございます。この辺りの領域、不安だなという方はですね、公認心理試験、必勝キーワードダブル6の76ページあたりをご確認ください。そうですね、えー、と発達加速現象じゃなくてですね、